東京2020大会で活動するボランティア、シティキャストによる東京の魅力発信プレゼンテーション。本日のテーマは、魅力あふれる自然、文化、観光の地、武蔵村山市ということで、シティキャストの石橋さんより発表いただきます。それでは早速ですが、石橋さん、よろしくお願いします。お願いします。皆さん、こんにちは。東京シティキャストの石橋正隆と申します。よろしくお願いします。武蔵村山市の魅力発信として、魅力あふれる自然、文化、観光の地、武蔵村山市と題して、ご覧いただいている皆様に、武蔵村山市の良さをお伝えしていきたいと思います。この武蔵村山市を知っていただき、少しでも武蔵村山市に興味、関心を持っていただければ嬉しいなと思います。まずは武蔵村山市の概要です。東京都の北部に位置しており、埼玉県との間にあります。人口は2021年7月現在、約7万800人で、近隣に東には東大和市、西に福生市、南は立川市、そして北西に瑞穂町があります。市のほとんどが住宅街ですが、北部は六道山公園や野山北公園があり、さらに狭山緑地もありますので、自然豊かなロケーションになっております。国道を走ればすぐに東京都心に着くため、自家用車があれば生活は便利です。施設としては、ちょうど中心部には武蔵村山市役所があり、ちょっと南に行くとイオンモールがあります。イオンモールはかなり大きい施設なので、市民の多くはここで買い物を楽しんでいます。残念ながら JR や地下鉄などの公共交通機関はあまりありませんので、移動のメインは自家用車かバスになります。今後、多摩都市モノレールが延伸することが決まり、2032年頃には開業予定を待っております。続きまして、武蔵村山市の自然の紹介です。東京と埼玉の県境にぽっかりと浮かぶ緑の島、狭山丘陵。狭山丘陵は埼玉県の一部と東京都の武蔵村山市、東大和市、東村山市、瑞穂町の6つの町にまたがる広大な丘陵地です。東京都の水がめとして作られた多摩湖、狭山湖の水源保護林を中心に、大規模な緑地は市街地の中にぽっかりと浮かぶ緑の島と呼ばれ、雑木林や宿、湿地をはじめとしたかつての里山風景が今なお色濃く残されています。今では身近に見ることができなくなった希少高等植物や昆虫類、鳥類が確認されており、季節ごとに様々な生き物に出会うことができます。住宅街から少し足を伸ばせば、昔ながらの里山の自然や美しい風景に触れることができます。そんな暮らしに息づく自然を楽しむには、ゆっくり、のんびりお散歩できるようなサイクリングがおすすめです。自転車に乗って木漏れ日の暖かさや風を感じたり、鳥や虫の声、ハズレの音に耳を澄ましたり、そんな一つ一つの触れ合いが見慣れた街を特別な風景に変えてくれます。また、武蔵村山市は都内で珍しいみかん狩りのできる場所になっています。市内北部にある丘陵の南斜面で栽培されている東京狭山みかん。こちらは気候が温暖で土が乾きやすいため、甘くちょうど酸味があり、全体的に味が濃いのが特徴です。秋ごろになると13の農園でみかん狩りが盛んとなっています。観光農園もありますので、ぜひご家族と一緒に採れたての果実を楽しんでいただけるのもいいかもしれません。ジャムも絶品です。続きまして、武蔵村山市の文化になります。狭山丘陵南の村山地域は、江戸時代より木綿紺かすりの産地として知られていました。明治時代から大正にかけて、木綿紺かすりは研究開発が進められ、生産量を増やしましたが、
大正8年頃に染色の技術が導入されると、絹織物がたくさん作られるようになりました。大正10年に八王子織物同業組合に村山大島部会が結成され、昭和4年には独立して村山織物同業組合となりました。村山大島は染線した生糸を手織りする紡ぎかすりです。全作業工程は手作業で行われ、細分化すると40の工程になるとも言われています。昭和42年に東京都指定無形文化財に、昭和50年には通産大臣指定伝統的工芸品産業に、昭和57年に東京知事指定伝統工芸品に登録されました。現在は着物はもとより、ネクタイ、ペンケース、巾着、小銭入れ、または公立小学校の卒業証書のハードカバーとして、さまざまな紡ぎ製品が作られていて販売されています。武蔵村山市周辺は、村山大島紡ぎの産地として、旗屋やかすり板、製造業者が数多く営業していた地域として知られています。これらの織物業者らが同業者組合を組織し、製品の質の管理、販路の確保に努めてきました。村山織物協合組合では、小中学生に向け伝統的工芸品について教育授業を実施しています。村山大島の歴史、染色法、織の技術など、伝統工芸士が直接指導してくれるのも一つの魅力となっています。続きまして、武蔵村山市の観光です。村山温泉片栗の湯、心も体も癒される健康づくりと安らぎの湯を提供する天然温泉の施設となっています。狭山丘陵の一角にあり、地下1500メートルから汲み上げた天然温泉、和風風呂、洋風風呂、イベント風呂を楽しむことができます。また、小さなお子様も楽しめるよう、プールもあり、レストランもあり、ご家族で楽しめる癒しのスポットとなっています。続きまして、ひまわりガーデンです。武蔵村山市では、都営村山団地の建て替え事業に伴い発生した用地を東京都から借り受け、平成24年度からひまわりガーデン武蔵村山を開園しています。毎年5月の種まきには、小中学生を中心とする数多くのボランティアの方々が参加しており、武蔵村山市の新たな観光スポットを市民協業で作り上げています。ひまわりガーデン武蔵村山は、都内最大級のひまわり畑として、市内外から毎年2万人を超える来園者があり、武蔵村山市の夏を彩る風物詩となっております。3つ目に、里山民家になります。狭山丘陵周辺に実在した江戸時代の民家を新築、復元した母屋を中心に、蔵、納屋、作業小屋などがあり、里山民家を満喫できる楽しいイベントが実施しています。かやぶき屋根やいろり、かまどなど昔懐かしいものがたくさんあります。以上で魅力あふれる自然文化観光の地、武蔵村山市を終了します。いかがでしたでしょうか。世の中が落ち着きを取り戻した頃、東京都の武蔵村山市にぜひ遊びに来てください。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。石橋さん、自然、そして文化、観光と盛りだくさんのプレゼンテーションありがとうございました。それではですね、改めてとなりますが、石橋さんより自己紹介をお願いしたいです。自己紹介の際、これまでのボランティア経験や今回のプレゼン企画にご協力をいただいたきっかけも交えて、お話をお伺いできればと思いますが、石橋さん、お願いできますでしょうか。はい。改めまして、こんにちは。東京2020シティキャストの石橋正隆と申します。よろしくお願いします。ボランティア経験は今までなくて、今回が初めての参加になります。この、自分が住んでいる武蔵村山市の良さを皆さんに少しでもお伝えできればと思って、この会に参加させていただきました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、プレゼンの内容についてお話をお伺いしていきたいと思うんですが、まず、はい、
都内にみかん畑があるんですね。そうなんです、ね、石橋さんはこの武蔵村山市でできたみかん召し上がったことあるんですか？はい、食べたことあります。お味はいかがでした？ちょっと酸っぱいんですけども、でもやっぱり美味しいなっていうところが一ついいところかなと思ってます。あ、いいですね。なんかジュースにも、ね、なってましたし、あとジャム、マーマレードもあるんですか？そうなんです。ジャムもですね、作っておりまして、うん、ぜひ皆さん食べていただきたいのがあります。そうですね、はい。さあ、そして私もう一つ気になったのが、村山大島紬の卒業証書の、ハードカバーなんですけれども、私は卒業証書をもらってそれを筒にこう入れるてたんですけれども、今武蔵村山市の、小学校の卒業証書はそういう、こうパタンとこうするような形 の、 ハードカバーになってらっしゃるんですか？そうなんです、市内の公立小学校については、卒業証書がですね、ハードタイプの、村山大島紬というものでできています。でそれは卒業式で子どもたち一人一人が、校長先生から一人一人にこう渡されるっていうようなのが今伝統としてなっています。いいです ね、 こうね、自分が生まれたところ場所の地元の産業もね、それで学ぶこともできますし、またいい記念になりますよね。そうですね、なるほど。本当にたくさんのね、いいスポットをご紹介いただいたんですけれども、今回プレゼンの中で伝えきれなかった内容ですとか、今一度 PR したい内容があればぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか？はい、武蔵村山市はですね、先ほどお伝えした野山北公園という大きな公園があります。その中に実はですね、田んぼがあるんです。でこの田んぼですね、実は市内の全小学生がですね、5年生になった時です。自然学習の一つとして、もち米をですね、栽培するという水田学習の場所にもなっていまして、田植えを始めまして、稲刈り、脱穀、で最後、ですね、年を明けてでは、餅つき大会があるところの学校に関しては、そのもち米を使って全校生徒で餅を食するというような流れになっています。すごいですね。じゃあもう年間を通じてこう米作りを体験するわけですね。そうなんです。で一つ伝統にはなっている学校もあるそうなんですけども、自分たちで作ったもち米、これをですね、ただ、学んだだけではなくて、今度学校の、友達に発表していく場、またそういうところにの、機会にもなっているということなので、本当1年間通して、食事への感謝であったりとか、ありがたさを体験できるようなそういう場所になっていると聞いております。でもやっぱりこうね、田んぼってこう結構広いスペースが必要になりますし、なかなかこうそういう、まあ、その授業でやるということも年間を通じてと考えると、すごくこう大変なこともいっぱいある、まあ、場所も必要、でもそれを武蔵村山市では実施していると。そうなんです。そうですね。もう昭和54年からずっと続いているものになっているようで、実際も餅つき大会の時は学校の関係者だけではなくて、地域の方々だったり保護者の方々のご協力いただきながらやっていけること、これはとても大事なことだなって私もすごい痛感しています。本当に子どもたちはいろいろなことをそこから学べますよね。そうですね。なるほど。ちなみに石橋さんは武蔵村山市は何年ぐらい住まれていらっしゃるんですか？はい、ですね、私中学校の頃から引っ越してきましたので、大体20年25年ぐらいですかね。あ、なるほど。その住んでいた、まあ、20年25年の間いかがでしたか？はい、ですね、ここの住んでいた25年の間に武蔵村山市はですね、大きく変わりました。有名な自動車工場があって、その、跡地として商業施設ができたり、あとは総合病院ができたりとか しまして、本当に形だけでなくて雰囲気もですね、だいぶ大きく変わってきているのがすごい感じ取る。なるほど。まあ、こう地域開発の移り変わりを、まあ、感じていらっしゃると
ということですよね、はい、でもその開発をされる中でもしっかりと自然そして文化観光がこう確保されているというのもやはり魅力の一つですよね。そうですね、武蔵村山市の財産かなと思います。なるほど。今ちょっとこういうコロナの、ね、状況もあってなかなかこうお出かけしにくい状況ではあるんですが、こういった状況が落ち着いたら石橋さん、今後行ってみたい武蔵村山市内のスポットありますでしょうか？あります。あ、ぜひお願いします。武蔵村山市はですね、言わずと知れた歌舞伎揚げの工場があるんです。え、歌舞伎揚げっておせんべいですよね？そうです。甘じょっぱい。そうです。え、武蔵村山市発祥だったんですか？そうなんです。すいません、存じ上げませんでした。ぜひスーパーで見かけた際は裏面を見ていただければ、製造場所が武蔵村山市になっているかと思いますので、なるほど、ご覧いただけると嬉しいかなと思います。うん、はい、他にもですね、カステラの大きな工場がありますので、はい、釜揚げのカステラ、出来たてのカステラとかをですね、食べるっていうのはですね、一ついいのかなと思ってます。そういう工場が見学できるわけですね。そうですね、ちょっと私も詳しくわからないんですけども、もし可能だったら工場見学もしてみたいなっていうのが気持ちです。わかりました、ありがとうございます。さあ、それでは石橋さん、最後にこちらの映像をご覧いただいている皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はい、武蔵村山市の良さについて少しでも分かりやすく説明させていただいた形になります。皆様いかがだったでしょうか？ぜひコロナの感染が少しでも落ち着いて動きやすくなった際には、ぜひ武蔵村山市に足を運んでいただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。石橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。